やーやーどうも、ジンペイです。今回の動画は前回のスライム列車デッキの続きになります。続きって言っても特に変化はないけどね。前回を見てない人のために一応レシピを。変わりないね。エクストラも。余裕があったらゴッドスライムを増やしてください。では対戦に。今回の動画はいつもより早めに再生しています。なんで？一戦が長いから。あと、ローテンポな戦いをダラダラ見せてもしょうがないかなって。本当は？聞かないでくれ。ここはついついで破壊。正直、結構勝負で良かった気がする。たまたまパックから当たった汎用レアカードって、うまく使えないこと結構あるよね。パックから出ただけだから基本的にはピン採用だし。以上、言い訳タイムでした。説明ご苦労。盤面は普通ですな。ギャース。このデッキの弱点としましては、ご覧の通り相手が攻めてきてくれないとやることがなくなります。超電磁タートル突破できないってマジ？ランク4立てればなんとかなるから。でもさ、あまりこういった展開はなくないか？こういった展開？相手の微妙に高い守備力のモンスターが突破できない展開。確かに。最近のは、ドバーって展開して終わりって感じだな。そう。そこで私は皆様に伝えたい。ゴールド隊はいいぞ。なんだ急に。多分新パックの追加でまた多くのパワーかムーブが増えるじゃん。それはあり得る。ここ見て。話を遮らないで。ごめん。それでさ、上の方のランク帯の環境は大きく変化すると思うんだよ。そうだろうね。でもゴールド帯なら割とまったり遊べると思うんだよね。ガチ使う人もいれば、ファンデッキ使う人もいる。スライム列車デッキみたいなネタデッキでも割と勝てる。個人的にはいい帯域だと思う。当然、ダイヤプラチナ帯の良さがあるのはわかるけどね。まあ、上の環境で疲れた人は降りてくるのもいいぞって話だ。ふーん。なんだか偉そうだね。上から目線でさ。ごめんて。でも、今喋ったことに自信の偽りはないぞ。ほう。新旧化を対決だ。セメタリーオブファイヤー。今でも割とイカれた効果してるよな。トップで引いて弱いカードではないな。こういう展開になって、有利なのはこっちなんだよな。ファイヤーパンチだおらー。マシュマカロンからリンクリボー出してたら勝ちでは？返す言葉もありません。ぶっちゃけこのデュエル勝てたからセーフってことで。お許しあれ。勝ったならまだいいけど、精進しろよ。ここ最近の動画大抵プレミしてるからな。よくご存知で。貴様はしょうもない会話でプレミを隠蔽しようとしているな。わかっているんだぞ。ひえぇ。そろそろ2戦目ですぞ。この話はここまで。これは一番の取れ高対戦。よく見ていってくださいな。なんか打天使の登場回数多くない？イービルヒーローの時にも出てたからな。打天使はいい対戦になりやすいのかもしれん。いいことだー。だが打天使デッキの動きは未だに理解していないのであった。相手の動き見てるだけだしね。正直使ってみないとよくわからん。これはわかってもらえると思う。お相手分回り。死者蘇生を展開に入れるってズルだよね。たまたまだろ。でもさ、打天使ってさ蘇生1枚で展開が飛躍的に伸びそうなテーマじゃんよ。相手だけカードをうまく引けるのはカードゲームあるあるじゃな。あとこれズルだよな。相手のモンスターは素材にしちゃいけないんだぞ。まったく好き勝手しやがって。ただでさえ大型モンスターがたくさん並ぶパワーあるテーマなのに。万能除去を積むな。意外と耐性もいいし。このデッキはある程度しょうがないが、ゴテゴテだな。そこは本当にしょうがない。基本的に相手に主導権を渡すデッキだからな。
構勝負増やしても面白いかもしれん。返しのカード増やす感じで。こうやってあれこれ考えてる時が一番楽しいからな。どうもゴッドスライムです。え？は？今回は私の生まれについてお話しいたします。それはかも有名なバトルしての髪をかけた決勝戦でのこと。待て待て、なんだお前は？うるさいですねー。こっちは攻撃力3000ですよ。あまりラーラー言ってるとぶちのめしますよ。対戦終わったぞ。え？ほんとだ。許せねえ。ゴッドハンドメタルクラッシャー。ぐわぁ。とりあえず締めるぞスライムくん。うん。それでは、さらばだー。